さあ、ではツアーハサの夏休み8月30日編でございます。おはようございます皆さん。ちなみにこれ収録している今、2023年8月30日でございます。まあちょっとね、まあなるべくその日にとってその日にあげるみたいなのをこうやってはいるんですけど、まあどうしてもこう予定上ね、まあ2、3日分取りだめするっていうこともあったんですけれども、まあ今日と明日はちょっと当日取って当日あげるっていうことをしようかなと思いまして、ぜひとも皆さん当日見ていただきたい。僕君と一緒にこうやって朝ごはんを食べるのも、はい、いよいよ明日でおしまいだね。いやー、もうそんなかな、うん、そうだね。悲しいこと言うなよ。赤ちゃん見るの楽しみなんだ。あ、弟な、はい、だらゆずきさんによろしくね。明日は午前中にお父さんが来るらしいから、うん、ここにいる間にやってしまわなければならないことは、うん、全部今日中に終わらせちゃうんだよ。はい、あ、すごいね。何？なんだなんだ。やめた。なんでもない。なんだよ。変な子ね。なんでもないってば。変なやつ。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。あ、なんかこう言い返さなくない？ごちそうさまでした。あ、いないし。ごちそうさまでした。調べちゃん、あれ、いないな。あの子ごちそうさまもしないでどこ行っちゃったんだろう。おお、いなくなったよ。これ絶対あれでしょう。おわ、もう若も言わずもがなですよ。これ、ああ、どこいた、どこいた。なんだ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 な、な、な、なんだ、なんだこれ。靴？な、な、な、なんだ。赤い。リボン。はあ、うわ、なんだよ。だからもうそういうことじゃん。リボンを見つけ。まあそういうことだよね。寂しいってことですよね。いや、俺も寂しいんですけど。うわー、またこの曲やめてくれよ。この曲はまた寂しくなるのよ、これ。これか。調べのリボン。調べの落とし物、赤くて可愛い小さなリボン。どこ行ったんだ？どこだ？この曲いいよね。この曲いいっすよね。おばさん、調べちゃんがどっか行ったけど、リボン落として。ね、僕くん、調べ見なかった？あの子、さっきからいないのよね。心当たりのあるところは片っ端から探したんだけど、どうしたのかな。心当たりのあるところ、もうそろそろ帰ってくると思うんだけどな。心当たりのデートしたとこじゃない？二人でデートしたところで、うわ、もうなんだこのイベントは。なんだこのイベントは。調べちゃんとのこう思い出みたいな、やっぱ寂しくなっちゃってね、こうちょっと僕くんに帰ってほしくないわけよ。でもちょっともよお姉ちゃんとも話しとく一応。もう帰る支度してるの？全然。だって僕が持ってきたの、ちっちゃなカバン一個だけだもん。うんうん。それ以外何も、まあまあ特に言うこともないか。なんだ、だから毎日同じ服を着てたんだ。ドキいつも同じ服着てると思われるの一番恥ずかしいやつ。女の子にこの、あの人いつも同じ服着てるって言われる一番恥ずかしいやつ来たわ。なあ、ゆうさくん、お前はいつも同じ服着てねえか？大丈夫か？いや、でも毎日同じ服を着ているって言われているっていうことは見られてるってことよね。どうでもいい人の服なんて見ないじゃんな。だからまあそうやってポジティブに捉えていこう。ちなみに俺は優作のいつも着ている服大体一緒な気がするけど。優作、お前いつもそれ着てねえか？青と赤のなんか そんな模様のやつ いつも着てねえか？縦横のやついつも着てない？タコを作ってほしいようだけど。ああ、ゆうさくお前いつもタコを作ってほしいようだけどって言ってる。で、いつもお前のところの棚は全部壊れているな。もうこれ俺とお前の絆だよな。そういうことだよな。
でなんだ、調べちゃんの心当たりのあるところですよね。まあ普通に考えたらやっぱり二人でデートしたところだよ。あれだよ、なんだっけ、どこだったっけ、風なり岬だったっけか、どこだったっけ、あのひまわりのところ、ひまわりがたくさんのところと思うんだが、ついでに秘密基地の方にも行けるな。ついでに顔出していけるわ。いよいよ、あ、もう30日になってもね、まだこう新しい虫もいるわけですよ。ツマグロ機長ですよ。いやー、まさかなんかちょっと最後ね、何しようかななんて思ってたけど、まさかこういうイベントが待っていたとはね、飽きさせないね、本当に。ついでにちょっとね、ついでにね、通り道だからね。じゃあな、お前ら、明日帰るわ、俺。お、あれ、いねえ。あれ？なんだよ、最後別れようかなと思ったのに。私が家に帰る前日、高速道路の下の秘密基地には誰もいなかった。それは当然、私にとっては寂しい出来事だったのだが、うん、ガーンって出てる。子供は子供の残酷さを承知しているもんなので、うん、こういうこともあるさと自分を納得させた。しかし池の上を渡ってくる涼風は、うん、この里山での短い夏の時間がもうあまり残されていないことを私に感じさせた。こういうこともあるさ、そう思いながらもなんだか胸が苦しかった。なんかあれだね、子供の残酷さってやつか。なんで、まあまあたまたまいないっていうことはありえるよな、そりゃ。でもさ、明日帰るって言うんだから、ちょっとはなんかちょっと一言交わしたくなかった。まあマジで、じゃあ昨日が本当にお別れだったんだな。なんか寂しい。でもまあ本当に小学生同士の子供の付き合いっていうのはまあこういうものなのかみたいな。では僕長、あ、ゆうさくん、あ、探してきてるのか、調べちゃんを。調べ、おーい調べ。あ、調べを見なかったかい。カオルが朝から見てないっていうもんだから探してるんだけど、うん、そういえば朝ごはんの後遠路で赤いリボンを見つけたよ。調べのかな。そうだと思う。おお、これ優作多分あれじゃない、こうお兄ちゃんのことをさ、死んでしまったお兄ちゃんのことを思い出してるというかさ、やっぱり心配になっちゃうんだろうな。無茶をする子じゃないから大丈夫だと思うけど、そこもまたなんかちょっとね、泣けるよね、なんかね。そう考えたらさ、ここにあるお墓とかさ、関係ねえのか。もうそうそうか、もしかしたらってこと？ここのお墓ももしかしたらみたいな。まあ、京都いねえか。京都にも会いたかったけどな。こっち方面だと思うんだけどね。多分、優作がいるっていうのも多分ヒントじゃない？合ってるんだよ、多分。普通に考えたらデートしたところですよ。なあ。ここら辺じゃねえのか？あ、待て。新しいのもいるから。あら。やった！取れた。一応こういうのやっとかないとな。水色女長詩人。優作がマジで心配してる。マジで笑えねえやつだから。調べちゃん、マジでシャレにならないやつだから、これ。うわー、どっちだ？デートした方がこっちだ。右側だ。やべ、もうこれ夕方じゃない、もう。違うか。あ！いた！こんなとこに。まあでも別に普通に、まあちょっと遠出しただけだよね。そんな感じだよね。
よかったよかった。わけわからんところで川とかで見つかってなくてよかったよね。あんたがいなくなったって誰も寂しいなんて思わない。そう、寂しいなんて思っていないんだからね。絶対そうなんだからね。みんないなくなったと思って探してるよ。え、誰がいなくなったの？あんただよ、ちび娘。何よそれ。とにかく家に帰ったら。いやよ、私はここですることあんだからさ。なんだなんだ。それより家の近くに私のリボン落ちてなかった？朝なくしちゃってさ、輪ゴムで止めてるんだ。みんな心配してるよ。しつこいわね。あんたなんとかしなさいよ。私の下僕でしょ。なんだそれ。あらあらツンツンしてるな。一体何やることというのは一体なんだろうねみたいなね。いやー、分かっちゃうな。いや分からん、まだ自意識過剰なだけなのかもしれない、僕くんが。でもなんとなく予想ついちゃうね、これは。しつこいってば。いい、お前こそ。いい、あんたってさ。なんだよ。いいよもう、勝手にして。いやこの感じね、これは。なんだ。ここまで来たならせっかくなら奥に行こう。あだ、ちょっと違う。あー、まあ一応奥に行くか。でも夕方になっちゃいそうだけど。いや夕方になっちゃいそうだな。優作にいたよっていうことを報告するべきだな、これは。多分奥行っても何もねえだろうから。いやなんかもう一番青春しとるやん。小学生同士のこういう感じがこう一番こうね、おっさんのハートだな。おっさんのハートを射止めるんだよもう。ああ、よく頼んじゃった。優作、調べちゃんいたぞ。はい、今日のアスリートは終了。そうか、優作タイムか。もうもう晩御飯ができています。優作、そんなことより調べちゃんがいたから。いたからね、調べちゃんが。ああ、でもよかった、見つかってよかったわ。いろいろ回りたくはあったけど。お母さん、調べ帰ってきたよ。おう、よかったな。あ、いや心配したけど何でもなくてよかったよかった。バーカ。調べちゃん、どこ行ってたの？海の方。うん、あんなに遠くまで一人で行っちゃダメだよ。ドキ、僕くんは毎日行ってます。珍しく素直なんだ。うん、これあげる。え、あげるってば。ほら、やっぱり僕くんのためにやってたんだよ。なんだこれ、しかもちょっと憎まれ口叩きつつもね。で、僕くんも憎まれ口をまず叩けない。ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。おい、今日の飯は何だったんだ。それを楽しみに来ているというのに。あれ、なんだ。ねえ、僕くん。はい。おばちゃん家の女の子って二人ともすっごくいい子だと思わない？うん。おばちゃんさ、あの子たちがこうして近くにいてくれるだけで、うん、ああ、私は生まれてきてよかったな。うん。そしてあの子たちの母親になれてよかったなって、うん、そう思っちゃうくらい幸せなんだ。そしてこんな幸せな家庭を作ってくれた優作のことも大好きなんだ。あらあら、小学生におのろけ。この夏休み、僕くんにもおばちゃんの幸せ分けてあげられたかな。いやー、ここでまあまあっていうやつは、ここでまあまあっていう人間、ここでまあまあっていう選択肢を選ぶような人生を送ってこなくてよかったと俺は思う。俺はここでもう迷わずうんと言える。あ、でもちょっとあの動画実況動画的にね。思わず声を裏返りましたけど、実況者的にここまあまあって選びたいなって思うようなところもあるけれども。あるんだけど俺はうんと言いたい、うん、それはよかったわ、ありがとう。いやー、なんだおばさんもなんかちょっとほろりとくるようなこと言うじゃねえかなあ。ちなみに今日の晩ご飯は？おばちゃん、うん、本当は東京でちゃんとプロのカメラマンになって、ああ、はいはいはい、自分が死んだ後でも作品を残せるような人になりたかったんだ。でもあんなに可愛い子を2人も後世に残せるんだから、うん、結局野望を実現しちゃったのかな。
あれ、そういえばこの話、今まで誰にも話したことなかったのに、なんで僕くんには言っちゃったんだろう。不思議だね。おいおいおい、優作聞いたか。優作にも言ってないこと俺に言われたぞ。すごい、おばさんが今日は2割増しで素敵だな。いいね、おばさん。今日の晩御飯は、あ、いや、これはやるのね。鈴木のムニエル、うん、バンバンジー、うん、巾着煮と冷ややっこと、うん、全部おばちゃんの好物でした。最後に字が出してきたな。最後に自分の全好物言ったな、おい。まあノルマは達成でございますよ、これ。今日のねえ、やっぱり最後もね、このおばちゃんのこの献立聞かないとね、寝られないからね。もうお前は寝とるんかい。最後に一言言葉を交わしたかったって。いや、でもあれだよな、ずっと調べちゃんを今日一日中探しててね、まだいびきかいてるよ、お前。分かったよ、もう。いや、もう疲れたんだよ、優作は。な、だからしょうがない、今日ぐらい寝かしといてやろう。うん、うん、うんってな。わかるんだけど。わあ、最後にさ、こう俺が操作している操作パートにおいて優作と最後にちょっと一言交わしたかったのにさ。あれ、でもあれだ、いつもここに調べちゃんいるはず。あ、いた。なんだ、どうした、どうしたんだよ。あんたなんかさっさと帰っちゃえばいいんだ。あら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 、もう夏休みなんか大っ嫌い。いや、もう調べちゃーん、やばい。俺、まあみんな知らなかっただろうからさ、あえてここで大発表するんですけど、みんな知らないだろうからね、あえてみんな知らないだろうから今ここで重大発表しますね。俺が僕夏で一番好きなキャラは、実は優作なんだけど。実はもう本当は優作なんだけど、いや、これはね、ちょっと優作をもしかしたら超える勢いで、調べちゃん、いいね。夏休みなんか大っ嫌い。いいじゃん、なんかこうあんだけ憎み合っててね、でもやっぱりこう一番僕のことが実は気になっているっていうね。いいね、調べちゃん、いいね。今日調べを見つけたのって僕くんなんだってね。おう、うちの妹がご迷惑をかけました。ありがとう。いえいえ、そんなそんな。あ、そうだ、おう、感謝の印にご褒美をあげるね。なになになに、ラジオ体操カードにハンコが増えた。内緒だよ。ってことは、あ、なるほど。一日さ、寝坊して出れなかった時あるんだよね。寝坊してしまった日があった。それが埋まったんだ。おー、なるほど、粋なことするじゃないの。そしてご褒美をあげるねって言ってさ、お、中の一個でもくれるのかな、ほっぺにみたいな、こう思った俺をぶん殴りては。狼娘のこともあったからさ、あ、おでこにチューでもほっぺにチューでもなんか一個くんのかなみたいなこと思ってたら、もっと粋なものでしたね。俺を殺してくれ、萌音ちゃん。ああ、あさってからまた学校か。そうだね、9月になりますもんね、これね。ああ。なんかやっぱりちょっとテンション下がっちゃう時期ですよね。ほんとね。調べちゃまた やっぱあれか。ちょっとまだツンツンしている感じなのか。そうかそうか。で、優作は寝てんだな。優作最後に俺と一言交わそうぜ。優作。今日の晩ご飯。あ、もう危ないだ、もう。まあでも最後なとお兄ちゃんにね、挨拶していってな。ここにいるからな。ん？別に小さなご飯とお菓子がそのね、じゃあな、お兄ちゃん。いねえかな。
他にまだなんか話しかけられる人いねえかな。あ、くん。あ、まだなんか心なしかちょっと悲しげな声をしているような気がするよ。で最後、アルプスの少女ハイジならぬ北関東の少年ツアーハスをやっておきましてね。そういえばあんまりやれてなかったもんね。やれた。じゃあ最後ちょっと牛に挨拶していくかな。あ、ちょ、若干溜めてる。若干の溜め。このうーの部分ね。さあ、あ、眠くなってしまいました。いやー、30日が終わってもうたなー。ゆうさく、あ、ゆうさく起きたのね。ごめんね、ゆうさく。寝てたところを起こしてしまって。ゆうさくもちゃんとベッドで寝ろ。布団で寝ろ、ちゃんと。さあ、8月30日。ひまわり探して行方不明。それは僕へのプレゼント。調べ、ありがとう。ありがとう。うわあ、僕くんはね、こう、調べちゃんには直接言ってないんだけれども、絵日記では、こう、感謝の気持ちを伝えるんだよ。しかも、ちび娘じゃなくて、ちゃんと調べって言ってる。なんだよ、もうこれ。なんだよ、もうこれ。なんだよ、もうこれしか言えねえよ。いやー、もう、キュンキュン来るわ。キュンキュン。いや、終わっちゃうよ。もう次で終わっちまう。ということで、8月30日をお送りいたしました。次回、最終回でございます。